電動ユニット PDA100 を仮装しましたあの高所作業車、こちらの方のご説明を簡単にさせていただきたいと思います。こちらの高所作業車、あの通常の、通信工事なんかに主に使われる10メータークラスの高所作業車になるんですけれども、今回はその10メータークラスの高所作業車に PDA100 という、電動ユニットを仮装しております。それによりまして、今まではトラックのエンジンの駆動でこの下層部を動かしておったわけなんですけれども、バッテリーの力でですね、この下層部を動かすことができると。そこでいいメリットといいますのが、まあ排気ガスが出ない、騒音が出ないということでですね、まあ、今 の, あ の, その環境という部分での対応に考慮した機械になっております。はい。で、あのこの PDA100 の特徴というのは、まずあの非常に小型にコンパクトにできてます。はい。あのもちろん新車で仮装するということは通常させていただくんですけども、かつ今まであのお使いのですね、高所作業車、まあ、全てではございませんけれども、まあ、通信使っていただいているような高所作業車に、後からすでに販売した車両ですね、後からつけるということも可能です。これがこの機械の大きなまた特徴になっております。はい。で、だいたい1日の作業には、まあ、通信のお仕事ですと、まあ、間に合うような容量を保っております。それからもう一つポイントとしまして、あの走行中に、こちらあの充電していくという走行充電が可能なタイプになっています。ですから、そういった部分でもあの1日の作業というのは、まあ、通信のお仕事ですと比較的安心してご使用いただけるかと思います。で、あのまあ、こういったことであの、バッテリーを搭載したということで、もう一つあの副次的な効果としまして、緊急用の、電源として、使用していただくことができるということがございます。やはりあの、まあ、災害等でですね、電力が途絶えた場合、一時的に、こちらのバッテリーでですね、しのいでいただくということが、可能な、そういった効果もあるかと思います。はい。まあ、このようなあの、特徴を持った、高所作業車 PD100 を搭載した高所作業車になります。よろしくお願いいたします。